ローマ帝国、ローマ帝国、ローマ帝国は古代ローマがイタリア半島に誕生した都市国家から地中海にまたがる領域国家へと発展した段階以降を表す言葉である。従って厳密には古代ローマの体制が共和制だった頃を含んでいる。最盛期には地中海沿岸全域に加えブリタニア、ラキア、メソポタミアなど広大な領域を半島とした。 シルクロードの西の起点であり、古代中国の文献では、大臣の名で登場する。帝国という訳語が当てられていることから、競技にはオクタヴィアヌスがアウグストゥスの損傷を与えられた、紀元前27年からの古代ローマを指す場合もある。しかし、本来の表現からすればこの場合は、帝政ローマ、またはローマ帝政期とした方が正確である。ローマ帝国は、 ローマの命令権が及ぶ範囲を意味する、ラテン語の、の訳語である。インペリウムは、もともとは、ローマの命令権、統治権という意味であったが、転じて、その支配権の及ぶ範囲のことをも指すようになった。の子は、共和制時代から用いられており、その意味において、共和制時代からの古代ローマを指す名称である。日本語の、帝国には、 皇帝の支配する国という印象が強いために、しばしば帝政以降のみを示す言葉として用いられているが、西洋における帝国は皇帝の存在を前提とした言葉ではなく治の形態にのみ着目した言葉であり、他民族、他人種、他宗教を内包しつつも大きな領域を統治する国家という意味の言葉である。ちなみに、現代の日本では、帝政ローマにおいて、 インペリウムを所持したインペラトルが皇帝と訳されているが、インペリウムは共和制ローマにおいても、コンスルとプロコンスル、およびプラエトルとプロプラエトルに与えられていた。また、ローマが帝政に移行した後も、元首制、プリンキパトゥスキにおいては、名目上は、帝国は共和制であった。中世におけるローマ帝国である、 東ローマ帝国やドイツの新生ローマ帝国と区別するために西ローマ帝国における西方制定の消滅までを古代ローマ帝国と呼ぶことも多い。古代ローマがいわゆるローマ帝国となったのはイタリア半島を支配する都市国家連合から多民族、人種、宗教を内包しつつも大きな領域を統治する国家へと成長を遂げたからであり、訂正開始をもって ローマ帝国となったわけではない。紀元前27年により、ローマ帝国は、共和制から帝政へと移行する。ただし、初代皇帝アウグストゥスは、共和制の守護者として振る舞った。この段階を、プリンキパトゥス、元首制という、ディオクレティアヌス帝が即位した285年以降は、先制君主制、ドミナートゥスへと変貌した。330年に、 コンスタンティノス一世が後に帝国東方において皇帝府の所在地となるローマ帝国の首都コンスタンティノポリス、コンスタンティノープルの町を建設した。テオドシュス一世は古くからの神々を廃百392年にキリスト教を国教とした。395年、テオドシュス一世の二人の息子による帝国の分担統治が始まる。以後の東方制定と、 西方制定が支配した領域を現在ではそれぞれ東ローマ帝国と西ローマ帝国と呼び分けている。西ローマ帝国の皇帝政権は経済的に豊かでない国家で兵力などの軍事的基盤が弱くゲルマン人の侵入に抗せず476年以降に西方制定の権限が東方制定に吸収された。6世紀に 東ローマ帝国による西方再征服も行われたが、7世紀以降の東、ローマ帝国は領土を大きく減らし、国家体制の変化が進行した。東ローマ帝国は、8世紀にローマ史を失った後も長く存続したが、1453年に首都コンスタンティノポリスが陥落し、完全に滅亡した。ローマ帝国の起源は、起源前8世紀中頃に、 イタリア半島を南下したラケン人の一派がティベリス川、現テベレ川のほとりに形成した都市国家ローマである王政ローマ。当初はエトルリア人などの王を擁していたローマは紀元前509年に7代目の王であったパルクイニュススペルブスを追放して貴族パトリキによる共和制を敷いた。共和制下では2名のコンスルを国家の指導者としながらも クワエストル、財務官など、公職経験者からなる元老院が圧倒的な権威を有しており、国家運営に大きな影響を与えた共和制、ローマ。やがて平民、プレブスの力が増大し、紀元前4世紀から紀元前3世紀にかけて身分闘争が起きたが、十二標法やリキニウスセクスティウス法の制定により対立は緩和されていき、 紀元前287年のホルテンシウス法、制定によって身分闘争には終止符が打たれた。都市国家ローマは次第に力をつけ、中小独立自衛農民を基盤とする重層不評部隊を中核とした市民軍で紀元前272年にはイタリア半島の諸都市国家を統一、さらに地中海に覇権を伸ばして広大な領域を支配するようになった。 紀元前1世紀には、ローマ市民権を求めるイタリア半島内の初動名詞による反乱、同盟史戦争を経て、イタリア半島内の諸都市の市民に市民権を付与し、狭い都市国家の枠を超えた帝国へと発展していった。しかし、前3世紀から2世紀、3度にわたるポエニ戦争の前後から、イタリア半島では、兵役や戦火により、農村が荒廃し、 反面貴族や騎士階級ら富裕層の収入は増大、貧富の格差は拡大し、それと並行して元老院や民会では汚職や暴力が横行、やがて内乱の一世紀と呼ばれた時代になるとマリウスなど一部のものは武力を用いて清掃の解決を図るようになる。こうした中でスータ及びユリウスカエサルは絶対的な権限を有する終身独裁官に就任。 元老院中心の共和制は徐々に崩壊の過程をたどる。紀元前四十四年にカエサルが暗殺された後、共和主義者の打倒で協力したオクタウィアヌスとマルクス・アントニウスが覇権を争い、これに勝利を収めたオクタウィアヌスが、紀元前二十七年に共和制の服を声明し、元老院に権限の返還を申し出た。これに対して元老院はプリンケプス、 原種としてのオクタウィアヌスに多くの養殖とアウグストゥス、尊厳なるものの称号を与えた。一般的にこの時から訂正が開始したとされている。以降、訂正初期のユリウス・クラウディウス朝の世襲皇帝たちは、実質的には君主であったにもかかわらず、表面的には共和性を尊重してプリンケプス、原種として振る舞った。これをプリンキパトゥス、原種制と呼ぶ。 彼らが即位する際には、まず軍隊が中誠を宣言した後、元老院が形式的に新皇帝を元首に任命した。皇帝は代々次のような称号と権力を有した。これらに加え、皇帝たちは必要な場合年次職の執政官や検ソル、観察官などの共和政上の公職に就任することもあった。さらに皇帝たちには、 国家の父などの尊重がよく贈られた。また皇帝は死後、次の皇帝の誓願を受けた元老院の承認によって、神格化されることも少なくなかった。例えばアウグストゥスは、ガリア族衆に祭壇が設けられ、二世紀末まで公的に神として祀られ続けた。一方、独裁的権限を所持していたにもかかわらず、ローマ皇帝はあくまでも元老院。 ローマ市民の代表者という立場であったため、ローマ市民という有力者の支持を失うと元老院に国家の敵とみなされ自殺に追い込まれたり、コロッセウムなどで姿を見せると容赦ないブーイングを浴びるなど、官僚制と多数の文部官による先制体制が確立したオリエント的君主とは違った存在であった。また、国家の養殖だけでなく最高権力者である皇帝くらいでさえも、 ローマに征服された地域や民族のものがつくことが可能であった。例えば、セウェルス朝僧死者のセプティミウス・セウェルス帝はアフリカ属州出身であったし、ご検定の一人であるトライアヌス帝はヒスパニア属州出身であった。このように、アウグストゥスの皇帝就任とユリウス・クラウディウス家の世襲で始まったローマ帝政だが、ティベリウスの死後あたりから政治、 軍事の両面で徐々に変化が起こった。軍事面では、共和制末期からの自作能の没落の結果、徴兵制が破綻し、代わって、傭兵制が取られたが、それは、領土の拡大と、相まって、帝国内部に、親衛隊を含む強大な常備軍の常駐を促し、それはとりも直さず即物的な力を持った、潜在的な政治集団の発生につながった。やがて、 世襲の弊害により、カリグラやネロなど無軌道な皇帝が登場すると、彼らは対立候補を挙げて決起し、また、複数の対立候補が互いに軍を率いて争う内乱も発生。結果、ユリウス・クラウディウス・朝からフラウディウス・朝のわずか百年の間に三名の皇帝が軍隊によって殺害され、二名が自殺に追い込まれ、不自然な形での皇帝の交代が頻発するように、 なるただし、この時期にもローマは、周辺勢力に比して、格段に高い軍事力を保持し続けており、こうした政治や軍事の看板な変化は、帝国の運命に即大きな影響をもたらすことは、なかった。むしろ帝国の拡大は、この時期にも続いており、43年には、クラウディウス帝によって、クレートブリテン島南部が占領されて、続州。 ブリタンニアが創設されるなどしている。また、時代が進むにつれて、はじめは、宝灸や、市民権の獲得を目的に、後期には、イタリア人の打弱化により、兵士に占める、ゲルマン人など周辺蛮族の割合は増加した。それらは徐々に、軍隊の劣化や、反乱の頻発を促進した。ローマの領域内は、安定を見せたものの、 検定とされるアウグストゥスやクラウディウスの時代にも、ヌミディアより西に位置するアフリカでは法的な支配と土地の召し上げ、収奪に対する抵抗と反乱が絶えないなど、周辺属州民にとっても前世だったかどうかは疑問がある。時系列的には、初代皇帝、アウグストゥスの時代に常備軍の創設や補助兵制度の正式化、通貨制度の整備、ローマ市の改造や属州制度の改革、 元老院属集と皇帝属集の創設などを行い、帝国の基盤が整えられた。さらに防衛のしやすい自然国境を定め、そこまでの地域を征服したため、帝国の領域は拡大し、安定した防衛線に守られた帝国領内は安定してパックスロマーナと呼ばれる平和が長く続くこととなった。十四年にアウグストゥスが没した後に定位を継いだティベリウスも、 内政の引き締めを行って、大化なく、国を治めたものの、三代カリグラは暴政を行って、暗殺された。次のクラウディウスは、カリグラの破綻させた内政を再建し、再び安定した国家を築き上げた。続くネロの統治は当初は前政だったものの、次第に、暴政の色を濃くし、ネロは六十八年に反乱を受け違いした。ネロが死ぬと、高位継承戦争が発生した。 四人の皇帝が次々と擁立されたことから、この時期を四皇帝の年とも呼ぶ。これによって一時帝国は複数の属州軍閥に分割され、これにガリアなど、ローマ化の進んでいた属州やユダヤ人など、東方の乱も同期したが、やがて、ウェスパシアヌスが勝利し70年にフラウィウス・アサを開始すると、ローマは昇降状態を取り戻した。フラウィウス・アサは、ウェスパシアヌス、 ティトスとメイクンが続いたが、次のドミティアヌスが暗殺され、後継ぎがなかったためにフラウィウス・朝は断絶した。ドミティアヌスが暗殺された後、紀元1世紀の末から2世紀にかけて即位した5人の皇帝の時代に、ローマ帝国は最盛期を迎えた。この5人の皇帝を5検定という。後にかなり理想化された歴史の叙述によれば、 彼らは生存中に逸材を探して、養子として定位を継がせ、安定した定位の継承を実現した。ユリウス・クラウディウス長時代には建前であった原種性が、この時期には実質的に原種性として機能していたとも言える。しかしながらご検定は、やや遠いながらも血縁関係があり、またマルクス・アウレリウス・アントニヌスの死後は、実種のコンモドスが定位を継いだことから、 この時代の理想化を避けた観点からは、ネルーアからコンモデスまでの7人の皇帝の時代を、ネルーア,アントニノス朝とも呼ぶ。またこの時代には、法律、ローマ法、交通路、土壌行、平成などの整備、統一が行われ、領内には軍事的安定状態が保たれていたと思われるが、地中海の海上流通は、原体が見られ軍隊の移動もら陸路を取るようになる、時期だった。 また軍隊とつながる大土地所有者が力を持ち、自由農民がローマ伝統の従税を避けて逃げ込むケースが増え、自給自足的な共同体が増加した時期でもある。マルクス・アウレリウス・アントニヌスの死後、実施であるコンモデステの悪性により社会は混乱し、彼が192年に暗殺されると内乱が勃発した。193年には5人の皇帝が乱立し、 ご皇帝の都市と呼ばれる混乱が起きた。この内戦を制したセプティミウス・セウェルスによって193年にセウェルス朝が開かれた。セウェルス朝は軍事力をバックに成立し、当初から軍事色の強い政権であった。ご検定時代の末期頃に天然痘の流行により人口が減少し、その後各地で反乱が頻発するようになり、また、軍団兵。 補助兵ともなり手不足から編成に支障をきたした。これに対処すべく212年カラ,カラミカ帝のアントニヌス直令によってローマの支配下にあるすべての地域に同等の市民権が与えられた。これによって厳しい階級社会だったローマ社会における広ローマ市民の著しい不平等、裁判権の不在、収穫量の1、3には乗せされる1、10の属州税などは、 多少なりとも緩和されたが、これによって、ローマ市民権の価値が崩壊し、政治バランスが激変して、以後長く続く、混乱の一因となった。また、それまで属州出身の補助兵は25年、勤め上げると、ローマ市民権を得ることができために盛況な補助兵が、大量に供給されてきたが、市民権に価値がなくなったために、帝国内の補助兵のなり手が急減し、 さらに不足した兵力は、ゲルマン人などの周辺蛮族から補充されたため、軍事力の衰退を招いた。235年、アレクサンデル・セウェルステが、軍の反乱によって殺害されたことで、セウェルス朝は断絶し、以後ローマ帝国は、軍人皇帝時代と呼ばれる混乱期に突入していく。いわゆる、原主制の欠点は、原主を選出するための明確な基準が存在しない、 ことである。そのため、地方の有力者の不服従が目立つようになり、行政が主観し始めると、相対的に軍隊が強権を持ったた、反乱が増加し皇帝の身体をも左右した。約50年間に26人が皇帝位に就いた、この時代は、軍人皇帝時代と称される。パクスロマーナ、ローマの平和により、戦争奴隷の供給が減少して労働力が不足し始め、 代わりに、コロヌス、土地の移動の自由のない農民。家族を持つことができる。効能義務を負うが急激に増加した。この労働力を使った、小作製のコロナートゥスが発展し始めると、人々の移動が減り、商業が衰退し、地方の離心が促進された。284年に、最後の軍人皇帝となった、ディオクレティアヌス、在位。 284年から305年は混乱を収集すべく定権を強化した。原主制と呼ばれる、いわば終身大統領のような存在の皇帝を据えた、きめのあらゆるやかな支配から、オリエントのような官僚制を、主とする緻密な統治を行い先制君主たる皇帝を据える体制にしたのである。これ以降の訂正を、それまでのプリンキパトゥス、原主制に対して、ミナートゥス、 先生君主制と呼ぶ。またテトラルキア、四分割統治を導入した。四分割統治は、二人の聖帝、アウグストゥスと、副帝、カエサルによって行われ、ディオクレティアヌス自身は、東の聖帝についた。強大な複数の外敵に面した結果、皇帝以外の将軍の指揮する、大きな軍団が必要とされたが、軍団はしばしば中央政府に反乱を起こした。テトラルキアは、 皇帝の数を増やすことでこの問題を解決し、帝国は一時安定を取り戻した。ディオクレティアヌスは、税収の安定と、離能や逃亡を阻止すべく、大幅に法改定、市民の身分を固定し職業選択の自由は廃止され、彼の下でローマは、古代から中世に向けて、外面でも、内面でも、大きな変化を開始する。 ディオクレティアヌスが305年に引退した後、テトラルキアは急速に崩壊していった。混乱が続く中、正方復帝だったコンスタンティヌス一世が有力となり、324年には唯一の皇帝となった。コンスタンティヌス一世は先制君主制の確立に努める一方、東のサーサーアンアサペルシアの攻撃に備えるため、330年に 公益ルートの幼少ビュザンティオン、ビザキウム。現在のトルコ領イスタンブールに戦として国の建て直しを図った。この町はコンスタンティヌス帝の死後にコンスタンティノポリスと改名した。コンスタンティヌスの死後、北方のゲルマン人の侵入は激化。特に375年以降のゲルマン民族の大移動が帝国を揺さぶることとなった。378年には皇帝ワレンスが ハドリアのポリスの戦い、ゴート戦争でゴート族に廃止した。帝政初期に帝国領内のユダヤ族衆で生まれたイエス・キリストの創始したキリスト教は徐々に信徒数を増やして行き、2世紀末には帝国全土に共戦を拡大していた。ディオクレティアヌス位後に起こった内戦を収集して、後に単独の皇帝となるコンスタンティヌス一星、大帝,帝、在位、 福帝306年、聖帝324年から337年は、当時の東三角力ニュースと共同で、313年にミラノ直礼を交付して、キリスト教を公認した。その後も、キリスト教の影響力は増大を続け、ユリアヌス帝による異教復興などの揺り戻しはあったものの、後のテオドシュース一世在位、379年から395年の、 時には国境に定められ、異教は禁止されることになった392年。394年には、かつてローマの永続と安定の象徴とされ、フォロロマーノにありローマの建国期より火を絶やすことのなかったウエスト神殿のウエストの聖なる炎も消された。コンスタンティヌス一世の没後、帝国では再び分担統治が行われるようになった。テオド州一世も、 三百九十五年の死に際して、長男アルカディウスに東を、次男ホノリウスに西を与えて分治させた。当初はあくまでも、ディオクレティアヌス時代の四分割統治以来、何人もの皇帝がそうしたのと同様に一つの帝国を分割統治するというつもりであったのだ。これ以後帝国の東西領域を実質的に一人で統治する支配者は現れなかった。もっとも三世紀後半以降、 東西の皇帝権が統一されていた期間はわずかに20年を数えるのみであり、経済的な流通も2世紀前半以降は、オリーブなどのかつての特産品が各地で自給され始めるにつれ、乏しくなり、また自由農民が温存された東方に対して、西方ではコロナトゥスが増大するなど、東西の分裂は早い段階から進行していた。今日では、 以降のローマ帝国をそれぞれ西ローマ帝国、東ローマ帝国と呼び分ける。ただし、資料などからは、当時の意識としては別々の国家に分裂したわけはなく、あくまでも一つのローマ帝国だったことが伺える。ディオクレティアヌス帝以降、皇帝の所在地は、首都ローマからミラノ、後にラベンナに移っていた。西ローマ帝国の皇帝政権は、ゲルマン人の侵入に耐えきれず、 イタリア半島の維持さえ、おぼつかなくなった末、476年ゲルマン人の傭兵隊長をおどけるによって、ロムルス・アウグストゥルス在位、476年が廃位され、西方制定の地位が消滅した。その後もガリア地方北部には、シアグリウスが維持するソワソン管区が、ローマ領として存続したが、486年にゲルマン系振興国名ロビング町、 フランク王国のクロビス一世による攻撃を受け消滅し、旧西ローマ帝国の半島であった領域に成立したゲルマン継承王国の多くは消滅した西の皇帝に代わって、全ローマ帝国の皇帝となった東の皇帝の総主権を仰ぎ、ローマ皇帝に任命された西ローマ帝国の地方長官として統治を行った。したがって、現代人的認識では、 西方制定の消滅後に、ローマ帝国とは別のゲルマン継承王国が誕生したかのように見える西王のも、同時代人的認識としては依然として、ローマ帝国を国語とする西ローマ帝国のままであり、ゲルマン継承王は、ローマ帝国の官人として、ローマ帝国の印字を用い、住民たちも、また自分たちのことを単に、ローマ人と呼び続けていた。東ローマ帝国。 395年から1453年は首都コンスタンティノポリスとし15世紀まで続いた。中世の東ローマ帝国は後世ビザンツ帝国あるいはビザンティン帝国と呼ばれるが正式な国号はローマ帝国のままであった。この国は古代末期のローマ帝国の体制を受け継いでいたが完全なキリスト教国であり、また徐々にキリシア的性格を強めていった。 東ローマ帝国は軍事力と経済力を高めてゲルマン人の侵入を最小限に食い止めまたいくつかの部族に対して西へ行くよう図らった。西ローマ帝国における西方制定の消滅後東ローマ帝国の皇帝が唯一のローマ皇帝として名目上では全ローマ帝国の統治権を持った。東ローマ帝国による帝国の再建は何度か 試みられ、実際に5世紀のレオ1世や12世紀のマヌエル1世のようにアフリカやイタリア征服を試みた皇帝もいた。6世紀のユスティニアヌス1世によるものは一定の成功を収め、地中海の広範な地帯が再びローマ皇帝領となった。ユスティニアヌスはローマ法の集大成であるローマ法大前の編纂でも知られてる。 ユスティニアヌス没後は混乱と縮小の時代に入り、7から8世紀にかけ、イスラム帝国やスラブ人などの侵入により、領土が大幅に縮小した。統治体制は再編を余儀なくされ、テマと呼ばれる軍閥性が敷かれた。ラテン語が使用されていた帝国製法との隔絶は公用語のギリシャ語化、7世紀を促し、8世紀には、 ローマやラベンナを含む北イタリア関区を失い、また西欧に対する影響力も低下した。一連の出来事は帝国の性格を変化させ、ヘレニズムとローマ法、正教会を基盤とした新たなビザンツ文明とも呼べる段階に移行した。9から10世紀頃には安定期に入り、再び積極的な対外行動を取る。帝国の領土は再び拡大し、 11世紀初頭には、バルカン半島とアナトリア半島の全域、南イタリア、シリア北部等を領有した。しかし、その後は、イスラムや西欧に対して劣勢になり、13世紀に十字軍により首都コンスタンティノポリスを占領された。13世紀末に、コンスタンティノポリスを取り戻すも、以後は内乱の頻発もあり、オスマン帝国等に領土を侵食されていった。 1453年4月、オスマン帝国の軍がコンスタンティノポリスを攻撃。2ヶ月にも及ぶ、包囲戦の末、5月29日上壁が突破され、コンスタンティノポリスは陥落した。最後の皇帝コンスタンティノス11世は戦死し、東ローマ帝国は滅亡した。残存する、モレアス先制皇領やトレビゾンド帝国も1461年までには、相当された。 地球上最後の東、ローマ系国家は、クリミア半島、現ロシア領にあった、テオドロ公国で、1475年に、オスマン帝国に滅ぼされた。この東ローマ帝国の滅亡は、中世の終わりを象徴する大きな出来事の一つではあったが、通常、ローマ帝国の滅亡として認識されることは少ない。これは、東ローマ帝国が、 その長い歴史の中で性質を大きく変化させ、自らの認識とは裏腹に古代ローマとは異なる、国へと変貌したことに起因している。中期以降の東ローマ帝国は、ヘレニズムとローマ法、正教会を基盤とした、新たなビザンツ文明とも呼べる段階に移行した。このため、特にローマ帝国全集を取り上げたい場合を除いて、西ローマ国の滅亡をもって、ローマ帝国の 滅亡とすることが一般的である。西方制定の消滅後に西ローマ帝国の地を統治したゲルマン継承王国の多くは消滅した西の皇帝に代わって東の皇帝の総主権を仰ぎ東の皇帝に任命されたローマ帝国の官僚の資格で統治を行う。したがって現代人的認識では西方制定の消滅後にローマ帝国とは別のゲルマン帝商王国が 誕生したかのように見える西欧の地も、同時大臣的認識としては依然として、ローマ帝国を国語をとす西ローマ帝国のままであり、住民たちも自分たちのことを単に、ローマ人と呼び続けていた。しかし、フランク王国がカロリング朝の時代を迎え、カールが教皇レオ賛成により、ローマ皇帝に退官さたことで、 ローマ総大主教官かつかのキリスト教会ともども東の皇帝の総主権下から名実ともに離脱し、ローマ帝国は東西に分裂した。ここに、後世神聖ローマ帝国と呼ばれる生態に、結実するローマ皇帝と帝権が誕生し、1806年まで継続した。東ローマ帝国を征服し、滅ぼしたオスマン帝国の君主、スルタンである。 メフメト2世及びスレーマン1世は自らを東ローマ皇帝の継承者として振る舞いルームカイサリトルコ語でローマ皇帝と名乗ったもともと東ローマ帝国においては帝国を征服した辺境の異民族が帝国そのものとなったり定位参奪者が定着することは幾度となく繰りされてきた歴史でもありこのことについて吉村忠則は第三のローマとしてはモスクワより イスタンブールの方が本家のように思えるとする感想を述べている。ただし、バヤジと二世のように異教徒の文化をオスマン帝国へ導入することを嫌をする皇帝もおり、オスマン皇帝がローマ皇帝の継承者を自称するのは一時のことに終わった。その他にもロシア帝国、ロシアツァーリ国はローマ帝国とギリシア帝国に続く第三のローマ帝国として、 ローマ帝国の後継者を称した。ただし、君主はロシア皇帝を自称するも、当初は国内向けの称号に留まり、対外的には単なるモスクワ国の大公として扱われている。その後、国際的に皇帝として認められるようになるが、ローマ皇帝の継承者としての皇帝という意味合いは忘れ去られていた。現在では公式に、ローマ帝国の継承国家であることを主張する国家は、 存在しないが、ルーマニアの国名は、ローマ人の国という意味である。そのルーマニア国家、目覚めよ、ルーマニア人。と、イタリア国家、マメイリの参加の歌詞には、自国民とローマ帝国との連続性を主張する部分があるほか、それぞれ、トライアノスとスキピオの名、正確には、スキピオは、加盟が歌詞に入っている。5. オサムキ